こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は円卓投手ガチクセいきましょう。リア、アテナ、ナルミ、西谷、ランスロットで、キワと一人ね。はい、ですね、もうこれは数やるほかないのでまあどうしたらいいんやろうなという感じですが、まあ本当にいいタイミングでね、いいものが絡んできてくれるように祈るほかないです。リアに行こうかな。体力温存はしときたいけど、まあここはリアに行こうか。素直にちゃんと間に合わそう。もういいね、これ勝ち運取るべきだった。キレください。あー、まあまあいいでしょう。抽選負けだった。いや、これで足りたかな。足りてるといいんだけど、足りてませんね。うん、いいですね、素晴らしい。お、4人3人技術育てたいですが、そうかね。タッグも組めるようにしていかないと本当にもろもろ間に合わないんでね。あー、まあこれはいいかな。スタミナってパックできればアーサーを生み出せる。うん、リアは終わりましたね。来い。あー、来ねえか。ここ来ないとちょっとどうしようもない。正直大丈夫っすね。踏んでいきましょう。誰かタックできるの？むしろ。回復で。お、できたできた、よかった。これは本当に助かったわ。ここ行かないとマジでアウトだった。忘れないうちに勝ち運要所リリースぐらい取っとくか。でも虹谷、アーサー、そしてキバのところのヒロイピックは行きたいですね。やっぱキャラ連れてきてるんで。アーサーはいねえか。でモテモテになってると思う。回復アザスで2つ、あとは体力を、まあ、人の数を見ながらか。ここ行きてえなー。3人まあ今余裕あるといえば余裕はありますけどね。人がいねえ。人いなさすぎやろ。5人取ってくか。赤いいね。赤は確か人数呼べるやつのはず。あー、精神で取
取り手母さん生み出したいけど今は取り出せない。変化いくか、仕方ないっすね。これ立ち止まっててもしゃあない。玉持ち、あざす。で、3番なので右上が開けば OK と。てか右上、そもそも今やってるの岸田か。で、人数足りてませんと。2つ変化。うん、守備が良さそうですね。で、下の牙を出しましょう。そろそろリアと、あとは赤原アーサーが欲しいところですね。この8人も全部使う感じだもんね。で、あ、ダブルタックか。7番か、このダブルを取るのか、はたまたこれ育てとくのか。育てといて赤原がまあ無難なんだよな。いや、人数はいるな、先々考えても。2人しかいないし。回復してエリア、そろそろ告ってエリア。うわー、お前じゃねえ。うん、これは守備突っ込むしかないな。4人だし。おカフェ。よし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 。クリア早くしてマジで。いやー強いし、これは仕方ない。一回休みましょう。どうしよう、切ろうかな。で、今右下関係ないか。3人、騎馬の評価まだですね。ちょっと早く上げないと。あ、いいね、西谷、ナイス。コツが1個いけると。筋力系いこう。重い球、球速安定、一マス超えて、あれ玉か。ちょ、マジでリア、そろそろ。うわ、来な。うん、守備いいですね。ダブルタック変化もめっちゃうまいんだけど、ここ敏捷だな。圧レベル3。よーし、通しましたね。
うわー、来なかったか。リアアウトだ。変化で行きたかったな、これ。リア来て変化で最高でしたね。一回済むか。だいぶちげえわ。まあエピック系は順調か。もうここまで来てるしな。シングル、ダブル筋力ですね。計測上げましょう。ちょっと超過してきたわ。ひょろひょろ。リアに全て崩されたわ。変化1、これ無理していかなくてもいいかな。まあコツあるし拾うか。で今エピックが9番、関係ないか。今は関係ないですよ。何言っても進めちゃいてえな。じゃただ人がいねえんだよ。リアまだかな、マジで。マジでちょっと困っちゃった。スタミナいくか。でまあ来るっしょ、さすがにも。うわこんな、最強打者2人か。これ拾っ、1、2、3。あーちょっとタッグで拾わないとやっぱきついな。人数的には6人か。拾っちゃう。うん、筋力で4人、まあいいかな。茶色ボール、黒ファイ、まあいいか。ああくれねえわ。伸びくれって言ったかな。さ、現金は、まあクリスマス間に合ってない割には。でリアなんとかですね。917。回しちゃっていいか。アイスピンジャイロ。ちょっとヒーローエピック意識していかないと。今ので6なので7。
取れないか。あと2つか。諦めていいでしょう。人数いないし。変化で取り切るっていうよりは人数集めておきましょう。レベル3か取っていいかってな、これ消し要所。うん、左はもらっときたいですから。で、つらい、つらい、これ。よし、根性取る。うん、で、これ、アーサーは狙い通りだね。打球反応。で、エンタクルスアップ入ったと。ちょっと待って。これミスっていいやつかな。人数いないんで、アテナ行く。一人しか入らない。これミスっていいか。で、二つと結構入ってくるというか。クイックまだだよね。大丈夫よこれ。ジャイロボール、クロスファイヤー。際のコツは攻められている。まあここ技術取っといてタックしてでいいかな。まあシャンでタックしてで予想通りと。ただちょっときつくなってきた。うん、コントロール上げましょうか、そろそろ。無理やな。200は入んないと思うけど。よし。ヒーローエピックは多分取れてると思うけど。で、これで終わる。で、エンタクルスアップが入るので、ここ休んどいても別にいい感ありますね。もう、もう終わってれば。1、2、3、4、5、6、7、8、9。大丈夫だね。一回これリアでもいいですね。このタイミングで。いやー、このタイミング。まあ、このタイミングしかないね。
球速練習の強化。変化で取り切りますか。技術がすごいことになってる。300入るかな。入るなこれ。街の清掃。ぬわ人数がつらい。うん、騎馬が走りました。まあ、なるだけ上げておいて備えるしか正直できることはないです。ちょんちょん。ああ、町の清掃体力回復じゃなかった。体力回復だ。しかも2つ絡んでるよ。体力回復大丈夫だ。で伸びも取れそうというのと、ちょっとここ上げないと無理。よーし、きれい。左キラーか。まあ点数はそこそこ。ただやっぱミスがいくつか出たので、それで左キラーになっちゃいましたね。うちの清掃6人。お、いいや。ちょっと集めないと無理。うん、コツを取り切りたいんで拾うしかないか。そうだけどいいですね、手応え。うん、まあ、ここスルーするしかなくて、あと3人4人か。いやー取れるかな。きれい。ちょっとわからんですね。これ行った方がいいかな。もうこっち諦めて。あ、4人か。これ守備で行ってなんとかなる。じゃあ行きましょうか。コツ1ね。プロファイト手応え。伸びいいですね。よしよし、ダンス終わり。クイックがまだないけど。うわ、撃たれた、マジか。ゲージは何とも言えない感じだった。
まあそれは仕方ないんだけど、ここから10人8人2人か。どうするよ、51だからな、行くしかないか。これで3人、真ん中ミスだな。これ9人無理だもんね。じゃ遊ぶか。で、左キラー、あ、回すしかもう手立てはないと。うん、ピンチ。ちょっと街の清掃がやっぱ重すぎましたね、最後。さすがにな。キバが来ねえんだけど、キバが。これ取っていいな。コツ4つか、でか。牽制とかいっていいかな。よし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 。クイックいいっすね。闘志低め。50差が確かだね。クイックは助かったな。これ守備ダメ元で突っ込みてえな。うん、ダメ元でいきますか。うわー、まあ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 、しゃあない。79だからね。うん、80おるか。さすがに160はもらえなかったか。まあ最後ミスってますしね。手応えいらんわ。してきたけど、ちょっと牙がまだ来てないっていう。牙まだか。待っちゃいましたね。お待たせいたしました。牙だけだよな。ハテナ終わってんね。牙があと1回ですね。来るでしょ。もうイベントないものだって他。おーい、イベントあった。お、お前まだだったか、危な。ポイントバランスかなりいい感じなので、マジで騎馬には来てほしいですね。お待たせ。ともに円卓、いよいよ最終回を迎えました。160乗るかな。黒江、ここまで2打席連続三振。第2球、2球で空振り、タイミング合いません。第3球を空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9初球エクスカリバー空振り、投げました、流し打ち。いやマジで、うわ、サードのエラーが記録されます。キバ君頼ます。第9エクスカリバー見送ってストライク。第2球打ちました、センター前進、ヒット、ボールは中継、カナイ打ち込まれている。第9初球はストライク、変化球にキレがあります。
第2球打ったセンター前に、ほら取れねえのか。センターバックホーム水谷、これ何間髪センターしてんの。第1球ストレートはボール、まずはインロー。第2球エクスカリバー見送ってストライク。第3球を3球目から転がされるだけで点入ってる。第4球をボール。第5球高速スライダーボール。さあ6球目インコース低めいっぱい見逃し三振。第1球初球を打ったボテボテのセカンドボール。スリーアウトチェンジ。アーサー円卓、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターはモード、今日はここまで3打数1安打。打ったこれはいい当たりだ。入ればセンター。バッターは4番岸田、これが4度目のバッターボックス。打った強い当たり、サヨナラ。キバ頼むぜ、ちょっと本当に挑戦権ぐらいは。よしよし、偉い。157だよ。うえマジか。157でくれないって相当っすね。やられた。ねじたい。あー、ランスロットでもいいかもな、伸び狙いで。35かでも。スカウトも入るよ。臨床入ってきたらマジいらないんだよ。っていうのはある。あーはー、いらんかった。ちょっとポイントが足らないわ、もろもろ。勝負するしかねえ。え、尻上がり、マジか、こいつなし。お待たせ。バーン。2番。円卓、同点のピンチを迎えました。いや、もう本当に破裂でいいから欲しかった。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。空振り三振。三振に切って取りました。塩澤。円卓、同点のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で鉄砲塚。第2球2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターはやりたけ。第1球アウトローへストライク、いきなり157キロ。第2球アウトロー空振り、これで追い込みました。第3球はストライク、空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。この1点を守りきりたい。球速はちょっと中途半端だ。2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を外角低めいっぱい見逃し三振。塩澤。円卓、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で縦。第2球インコース低めストライク、一球一球に魂を込めて投げ込みます。157キロ直球、空振り三振。さっきと全く同じ状況だ。ただスカウトが今度はこっちにいますね。なんでサクッとなんだ。ブンブン相手に。なんという危険を犯しているんだ。サファー、ナイスアウト。スリーアウトチェンジ。塩澤。円卓、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で関野。第2球、外角低めいっぱいストライク。キレのある変化球。投げました。空振り三振。
打順は1番に返って鎌狩り。第9球見送ってストライク。いきなり157キロ打ちました。二塁送る。ようやく1点を返しました。記録はセカンドのエラー。セカンドのエラーです。ひどい。ひどすぎる。そうエラーひどいな。スライダー見送ってストライク。変化球にキレがあります。同期は3球目インコース低め見逃し三振。なんとか勝つには勝ちましたが、ひどかったですね。お、メンタルランスレット、いいね。伸びくれ。偉い。それは偉いわ。マジで偉い、それは。問題はちゃんと、160、これギリ乗らないかもな。まあ、普通に勝てれば行くけどノーアウトランナー二塁という場面で米山ネクストバッターサークルには笹原空振り。これで追い込みました。いやそれだけに折り辺欲しかったっすね。右バッターボックスは7番笹原。怖いバッターが続きます。初球決まってストライク。いきなり158キロ。第2球アウトコース低めいっぱいストライク。第3球を内角低め空振り三振。ピンチを連続三振でしのぎます。ビッシュ1球目ストレート空振り。いきなり158キロ投げました。変化球ストライクインローへ。これで追い込みました。第3球を空振り三振バットアウト。得意のジャイロボールでした。エンタクここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁という場面で宮内。第2球ボール。投球はこれから3球目投げました。膝元空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球ストレート見送ってストライク。いきなり158キロインコース低めストライク。第3球を外角低め空振り三振。バッターは7番勝ちてこの試合。第2打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球外角低めいっぱいストライク。投げたインロー空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。味方がエラーされるとかなり厳しいな。まあ、今はカンパチがキャッチャーしてくれてるんで、モードのセカンドだけがこういった感じか。第3球を三振。先ほどホームランを放った。こいつ怖えな。第9球初球空振り。いきなり158キロ。第2球インコース低めいっぱいストライク。キレのある変化球。第3球を158キロ直球空振り三振。リーシャル OK。 うん、95入ってきましたね。まあこれで大丈夫でしょう。先般キーパー。うん、まあそれなりって感じですね。はい、まあ、ポイントバランスはかなりいい感じだ。僕のもほぼ全取りだね。ほぼ変化球縛り順応縛り欲しかった。取れそうで取れない。縛りの方がいいのかな。いやそんなことはないでしょ。二つ漏れですがまあいいんじゃないでしょうかね。これでこれ上げられてプレッシャーランとか取れる。うん、いいでしょ、これで。まあ、まあまあ、いってるんじゃないの。
あ、いいですね。あ、これ騎馬が成功してれば SS6 だったかな。うん、まあ頑張った方かなと思います。クリボッチと最後のエピローグが80オールだった割にはっていうところですね。はい、やっぱまあこのデッキが強いですね。普通に SS5 とかであれば量産できそうな感じがします。でさすがに今多分チームに入ったんじゃないか。こうか、多分さすがに入ったんじゃないかな。うん、そうですね。あと7、3が上がりました3上がりました。あと43。はい、引き続き頑張っていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。